アルザス語は、フランス北東部のアルザス地方で使用される、ドイツ語系を祖語とする、アルザス人によって話される一方こと。アルザス地方では、人口の43%が、現在も流暢なアルザス語を話す。アルザス語は、高知ドイツ語のうちの上部ドイツ語のうちアレマン語系、低置アレマン語に属する上ラインアレマン語の一方ことで、地元のアルザス人によって話されている。 アルザスドイツ語とも呼称される。また、ドイツバーデンビュルテンベルク州の東部にあるシュバーベン地方で使用される方言よりも、西部にあるシュバルツバルトを含むバーデン地方に属するスイス国内で使用される方言に近い。長年のフランスによる支配から、アルザス語は他のドイツ語方言に比べて、フランス語からの外来語が多くならざるを得なかった。例えば、雨がさを意味する語は、 標準ドイツ語のリー・ジェニ・シャームとは大きく異なり、フランス語のパラプリューの生った形である、バラブリーであることが指摘される。しかしなお大部分の語彙はドイツ語系である。フランスでの反読感情から第二次世界大戦後、長い間にわたって、アルザスでは初等教育の段階でドイツ語教育がほとんど行われなかったほか、 フランス語教育が強化され、アルザス地方内で流通する新聞の児童向け紙面など、児童向けや若者向けの出版物ではもっぱら、フランス語が使用されるなど、公の場でのドイツ語やアルザス語排除の風潮が続いた。1999年、地域言語を重視する、いわゆるジョスパン改革によって、幼稚園や初等教育の段階でドイツ語教育が行われるようになったが、 それ以前の名残もあって、現在でも世代が下るほど、アルザス語を母語とせず、フランス語を母語とするものが多くなる傾向が続いている。意味的、また、音韻、通じて対応語の一覧表、ミュルーズにある標識。ありがとうございます。